こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は浦臼町でございます。中華料理屋椎茸飯店、さらに現在休業中の館、さらに浦臼温泉、その他に素晴らしい建物なんかがたくさん出てきます。ご覧ください。浦臼町といえば、ちょっと前まで学園都市線がありました。感染症拡大の時期だったので、ひっそりとセレモニーも本当に最小限として廃止になりましたよね。その後線路がどうなったのか少しずつ見てきたんですけれども、本当にひっそりとしている状態でした。275号線を通っております。大きな建物が見えますが、あの建物は中華料理屋さんの椎茸飯店でございます。275号線といえば椎茸飯店という方も結構いるのではないでしょうか。外装も内装も非常にレトロで味のある建物でございます。一昔、二昔前までに、登別に天下園っていうね、テーマパークがあったんですが、それを思い出すようなレトロさと中国の雰囲気がありました。中華料理屋ということなので、ラーメンも中華風であったり、あとは餃子、酢豚なんかがメニューにありました。あと椎茸を売りにしているお店ということで、生椎茸も店頭で販売していました。ご覧のように床とか座席、あとはテーブルなんかも赤がメインでございます。中華料理屋で出る中国茶でございます。普通のね、お蕎麦屋さんとか和食屋さんとかだと麦茶だったり煎茶だったりしますけどもね、さすが中国料理屋でございます。中国手作りお土産コーナー、ご自由にお入りくださいってあるんですけれども、ちょっとね、入るには勇気がいたり、なんか申し訳ない感があったりしますよね。この怪しい感じとかミステリアスな感じが、80年代のテーマパークである天下園をちょっとね、思い出したよなという感じがします。このライトの雰囲気もいいですね。黄色と赤ですが、この形なんかもね、珍しいですし、少し大人のムードもあるよなぁとかね、そんな感じがしました。椎茸ラーメンを注文しました。椎茸ラーメンが到着しました。そして箸袋なんかも椎茸飯店独特のデザインで、これもね、特注なのでお金かかってますからね、こういう特別感がすごい好きなんですね。いかがですか？生椎茸が入った椎茸もりもりの椎茸ラーメンでございます。椎茸に目が行きがちなんですけれども、ネギの感じなんかもどっさりしていて、ネギが多いラーメンが好きという方にとってはなかなかいいのではないでしょうか。そして厚切りチャーシューも入っていてですね、味の感じもシンプルでなかなか良かったです。チャーシューはね、私の記憶が正しければ3、4枚入っていました。そして麺の感じは細麺で、色も薄めな感じで、塩ラーメンベースなのかな、塩ラーメンベースに椎茸が入っているということもあって、非常にバランスのいいね、椎茸ラーメンなので、浦臼町に行った際にはぜひこの椎茸飯店でラーメンをね、食べていただきたいなと思っております。そしてね、コーヒーとかでもそうなんですけれども、半分飲んだら半分砂糖を入れるっていう感じと一緒で、半分食べたら半分胡椒を入れて食べました。これね、胡椒入った感じも美味しかったです。胡椒も同時に出てきたってことは、胡椒を使ってくださいっていうね、推進してるんだなと思ってね、使用しました。椎茸ごついじゃないですか、このように見るとね。で、店頭に生椎茸が販売されているのでね、シーズンによってあったりなかったりするのかもしれないですけどね。で、880円でした。そして椎茸飯店を出ようとしたら、この275号線というのはものすごく交通量が多いんですよね。札幌から旭川に行く際に12号線じゃなくて275号線を通っていこうという人もたくさんいるので、トラックのドライバーなんかもたくさんいます。で、原付とかね、走ってたら本当に気をつけて走らないと危ないですからね。安全に追い越してもらうっていうのが一番でございます。浦臼にはいくつか商店があって、浦臼ワインを推しております。この飲食店は館って言うんですが、現在休業中でございます。つい最近まで営業はしていたんですけれどもね、どうしたんでしょうか。この建物ものすごい立派ですよね。もともとは郵便局で、昭和10年に建てられた建物でございます。昭和10年なので1935年ということになりますよね。中にね、私入って飲食をしたことないので、ぜひまた休業明けて営業していただきたいなと思っております。休業のまま閉店してしまった惜しまれたお店っていうのもたくさんあるのでね、本当に続けてほしいなってね、それ限りでございます。
現在休業中の館の隣に若杉という飲食店がありまして、こちらのお店も非常に有名なお店で、ボタンそばを使用した手打ちそばが有名だそうです。浦安町には本当に素晴らしい建物がたくさんあります。正面に見えるのが尾花商店でございます。建てられたのが1923年、大正12年の石造りの建物でございます。本当に素晴らしい現役の建物です。もともと尾花商店は木造の建物だったんですが、大正12年に火事が起きて36戸全焼したということで、また燃えないようにということで石造りの建物にしたそうです。275号線沿いには浦臼神社の旗や、あとはお祭りを開催しますなどのポスターが結構ありました。正面に見える L 字型の建物は役場でございます。浦臼もまだまだ景観がいいところなんですが、前よりね、少しずつ景観に悪い太陽光パネルがね、再生エネルギーがちょっとずつ増えてきたので、あまり増えてほしくないな、景観を悪くしてほしくないなというのが私の感想でございます。歩道広くないですか？ついスキップをしたくなるような幅でございます。そしてこちらのピンク色なのかな、正面にピンクのデコレーションした入り口がありますが、アンデルセンというお菓子屋さんでございます。たまたま定休日なのか閉店してしまったのかよくわからないですが、まあ、お菓子屋さんがあるということでございます。隣に理髪店だったかな。このローソンは2019年にできた浦安町念願のローソンでございます。セイコーマートがあるような感じはするんですが、実は浦安町にセイコーマートはありません。セイコーマート自体は179市町村のうち175市町村にセイコーマートがあるんですが、その含まれていない4市町村にこの浦安が入っているということでございます。月形もセイコーマートないんですよね。ちなみに過去にはセラーズという本当の北海道発祥のコンビニがありました。これはね、遅きないっていうところなんですが、現在は営業しておりません。このヘアサロンは昭和のセンスを感じます。タイルの茶色の渋い感じだとか、屋根の派手なオレンジな感じ、かっこいいですね。そしてここは元ガソリンスタンドだったんじゃないでしょうか。まあ、明らかにガソリンスタンドですよね。タンクの部分が撤去されて、何らかのね、ものが埋められて、平地になっている状態です。さらにスーパーマーケットのようなところがありまして、これは見た感じちょっと新しいですよね。改装したのか、新しいものなのか。位置的には先ほどのローソンのちょっと斜め向かいあたりだったと思います。そして住宅街というかね、小道の方に入っていきます。まあ観光客がね、もうまあ浦臼自体どれぐらい観光客が来るのかわかんないですけれども、ちょっとマニアックな道を歩いてみました。浦臼のね、歴史、どんな歴史があるのか見ることができますからね。これはおそらく農業用用水が流れてきてるのかなと思って見てみました。なぜならこの水をね、遡ったところに畑がたくさん広がっているからです。9月に入ったばかりなんですが、まだ湿度なんかもあってちょっと蒸し暑いよな。そんな時はね、この水の流れる音なんかを聞くと少しね、涼しくなります。この橋とかもね、微妙な感じですよね。人がもう指導として使っているのか、もう施設の橋みたいな感じで使ってるんでしょうか。ここにはね、どんな建物があったんでしょうか。学園都市線があった頃は気軽にフラフラと来れた浦安ですが、今はね、なかなか列車がなくなってしまうと気軽に来ることはできなくなりましたよね。浦安町にはね、時代を超えて本当に素晴らしい建物がたくさんあるんですよね。このヤンマーの整備工場を見てください。工場の工の文字もね、ちょっとかっこいいです。ヤンマーのね、これブリキなのか放浪なのか、看板がありました。ここが旧浦臼駅だった場所でございます。この後どうなるのかと言いますと、2024年の5月に多世代交流施設をオープンするとのことで、メモリアル公園になる予定でございます。線路とホームを一部残した状態で、鉄道があったよ、思い出してねというね、そういうようなテーマの公園になるそうです。
おそらくこの柵の中がメモリアル公園になるところだと思われます。周辺には旅館だったようなところだとか食堂だったようなところ、そんなようなね建物なんかがありました。現役かどうかはねちょっといまいちよくわかりません。こういったね札沼線とともに歩んできた建物っていうのも仲間に入れていただいて、世代を超えてね有効活用していただきたいなと思っております。275号線を北上していくと森商店という黄色い、テントの商店がありまして、ここをね西側に曲がっていくと私が見たかった素晴らしい建物があるんですが、まあ、この線路を越えるということなので、せっかくなのでねこの JR の施設がどういうふうになっているのか少し見ることにしました。このようにね、レールが撤去されたんですけれども、撤去されたレールがそのまま置いてある状態となっております。切断面でございます。ご覧ください。今ではね、線路はなくなってしまいましたけれども、札幌駅から石狩沼田まで、ね、列車に乗ったまま行けたってすごかったですよね。そして周辺には、なかなかね、素敵な建物なんかもあるんですが、まあかなりダメージを受けている、感じでした。さらに進んでいくと歴史的に価値のある建物があるので見てみましょう。友成さんっていうのかな、100年記念碑と書いてありまして、徳島県から北海道に入植したそうです。1891年に来ました。その目的が農場を作って農家の生活安定と一族の幸福を願ってとのことでございます。なるほど、記念碑をね、こう建設したということでございます。入り口に門がありますが、レンガでできており、現在でも優雅な雰囲気を出しております。倒壊した屋根なんかがあるんですけれども、昔ここに訪れた方のブログによると、まだ建物なんかもかなりピシッとしていました。ここね、5年、10年ぐらいで結構ダメージが来たのかなと思って見ていました。記念碑があるぐらいですからね、この辺りでは有力者だったのではないでしょうか。そしてこの建物の窓枠、なかなか見かけない窓枠で非常に凝った作りになっております。この全体の様子、この木造の木の部分がちょっと黒ずんでいる感じがちょっと重みというかね、重圧さが出ていていいなと思いました。さらに早朝の新聞配達のような音がしますが、これは私のバイクでございます。浦臼で育てたブドウを使ったワインが有名だということなので、ブドウの畑を実際に見に行くことにしました。配達ではありません。これがね道から見える状態のブドウ畑でございます。ちょうど収穫の時期ということもあり、ブドウのある部分と刈られた部分がね半分ずつ見ることができました。私の過去の動画に北海道ワイン株式会社のワインだとかブドウを使った製品が出てきたと思うんですが、そのブドウがこの近くの畑にあるということでございます。まあ雰囲気はこんな感じと同じだと思うんですけれどもね、ブドウがたくさん取れるということで、まあブドウを育てる条件が非常にいいんでしょうね。続きまして、浦臼神社でございます。まあ、この日の翌週あたりかな、お祭りが行われるような感じだったので、まあ、お祭りが始まるような雰囲気がちょっと出ていますよね。この階段を登ったところに神社があります。で、横を見ると、ここが札沼線だった線路の部分でございます。まあ、雰囲気はまだ残ってますよね。これがね、サイクリングロードとかになったら面白いよなと思って見ていました。さらに、浦臼神社の斜め向かいに浦臼温泉というね、素晴らしい温泉がありまして、私は過去に何度も来たことがあります。で、この近くに鶴沼公園という、このようにね、池になっている公園がありまして、この池を眺めながらお風呂に入ることができます。露天風呂はないんですけれども、窓が非常に広くなっておりまして、この景色を見ながら入る温泉が本当に素晴らしいんです。この建物が、浦臼温泉の施設でございます。このね広い窓から見える景色が本当にいいんですよ。そして昭和のねレトロな雰囲気も残しつつ、まあ新しい雰囲気もあります。このようにね坂になっているので、車椅子の方、バリアフリーになっているので車椅子の方も入ることができます。
ご覧のように癒される空間でございます。休憩所もかなり広くなっておりまして、ゆっくり休むことができました。浦安町にはいくつか商店があるんですが、必ずと言っていいほどワインを推しております。浦安ワインと書いてあります。そしてさらにこれ見てください。キイザクラのシャッターのカッパ、このキイザクラのカッパどっかで見たことあるよな、あ思い出した、内江町だと思って、近くにね内江町という町があるんですが、帰りに寄って確認しました。確認するためだけに行きました。そしたらやっぱり同じカッパが書いてありました。あ一致したと思ってね、一人で勝手に感動して終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。浦安町行ってみたくなりましたか。素晴らしい建物、本当にたくさん並んでおります。歩くだけでも楽しいですからね。そしてこの空は空地のね、もう秋の空となっております。もう秋もね、だんだん深まってきますね。そんな感じでありがとうございました。